クレイバーストに連続してトリプレットビーでも相手開けていくわ。噛みすぎじゃない？ポケモンカード大量開封の夏でございます。まあもう夏終わるけどね。この動画撮ってんの9月の8日、じゃあ9日ですからね。ちょっとムラムラ止まらんかったからもうこのまま開けてしまうわ。あのトリプレットレート、なんかこれ言えなさすぎ。ちゃんと見て。トリプレットビーとね。このロゴ好き。青から始まり緑赤ね。この順番。ちなみにマスカーニ SR っていうすごく素敵なカードを、僕この前あの山口県のアニメーション作ってる大学の用事と、まあ、九州の講演会に行った時に、まあ、福岡ちょっと巡ってたんですけど、じゃあ山口の下関にいた時にフォロワーさんがね、ぜひ僕のコーヒー屋さんに来てくれっていう話が出てコーヒー飲みに行ったんですけど、その時にもらったのがこのマスカーニャ SR、 ありがとうございます。マスカーニャ好きなポケモンなんで、なんでこの目的としてはウェーニバル SR、 ラウドボン SR が出てきて3枚並べたいよねっていうのが目標かな。てかこの段はまだあれか、ピリピリピリって開け方じゃないのか。こっちパターンね。こっちの方が好きやけどな。なんか切らへんからボックスが綺麗なまま残せるから、僕こっちの方が好みですね。今回も例にのっとって2パックずつ開けていきます。トレーナーの SR 枠は、キバナとゲーチスさんとハヤトですね。キバナさんいいよね。25歳独身やったっけな。なんか最近独身って言葉めっちゃ好きやわ。ジジイだね、完全に。自己紹介の時に好きな言葉独身ですって言って、飲み会の時はしゃごうかな。これ使えると思うから使っていいと思うよ。じゃあちょっと合コンの時とかにさ、隣の席の人が自己紹介する時に、好きな言葉は独身です、よろしくお願いしますって言って、出会い系アプリに登録しようかな。アチゲータ。あとね、この段は SR 枠というか AR 枠としても御三家が登録されてて、可愛いな。ニャオハ、そうニャオハとか、あの御三家が9枚 AR 枠として登場するんで、ぶっちゃけそれでそれなんか、さっきも見ましたね、中野ちゃん結構おるな。ルミナスエネルギー、パルデアケンタロス、ジヘッド、まあ、トリプレットビートは前にも動画出しましたけど、アマゾンでね、完全に僕は釣りに会いましたので、まあ、そのお面返上になる動画にしたいですね。ケンタロスが全部出たこの段から今びっくりした。見て、パルデアケンタロスがこの2ボックスから全部出た。これはこれで嬉しいわ。全員ちゃうんかな。かっこよない？なんかこうやって見るとこれで揃えるだけでもなんか家に飾れそうやしな。なんか広い家にちょっと引っ越そうかな。なんていうんやろ、僕ね最近の趣味があってさ、ちょっと引かないんで欲しいんですけど、美術館に行くのがすごい好きです。ここに来て僕新たな扉を開いたんですけど、その、まあ、美術館って言っても僕絵を見るのが好きで、前まあ、これ話生放送中にしたかツイッターで言ったか、まあどっかのカード開封で言ってるかもしれへんねんけど、お盆休みじゃないわ、あれもうゴールデンウィークの話やわ。梅田でディズニー百貨店やっててさ、要はディズニーの絵とか、まあ、グッズ売ってる展示会があったんですよ。でたまたま寄って、ニャオハかわいい、そう絵が2つあるんだよね。たまたま寄ってそのディズニーにまつわる絵とかがめっちゃ飾ってあってさ、イケメンハヤトくんね、僕ディズニー全く好きじゃないんですけど、まあ、なんならそのディズニーランド行くやつ頭パッパラパーとか思ってるディズニーアンチなんですけど、そこにね8時間ぐらい居座ってしまって、もう見るだけで楽しくてさ、そのおい梅田の展示会の話させろい。これなんやろ、ポケモンですね SR、 せーの、よっしゃよしよし来た、ピンポイント抜き、ありがてーありがてー。もう比べるとかどうでもいい。来た、もう揃ったぞ、2枚目、熱っ。企画始まりました。御三家 SR 揃えるまでやめれません。やっていきます。来た来た来た、頼む、あと1ボックスでウェーニバル SR 来たら俺の勝ちやわ。ありがとうございます。消化試合ですここから。ありがとうございました。本当にありがとうございました。もう動画を締めようかと思います。よし、目的達成。熱い。山口県で出会ったコーヒー屋のおしゃれ男子からもうそらい受けたマスカーニャと地引きしたラウドボンを付け合わせして、
3枚スクリューダウンに収めるまで帰れません始まりました。これがあるからポケモンカードやめられへん。こういうそのいろんな、これ僕の中でのルールがあるからさ、ポケモンカードのコレクションの、まあ、あの各人がね、あのカードを向く人によって自分のルールで家に飾れるのがすげえ楽しい。ラウドボーン出すぎじゃない？ありがとうございます。ラウドボーンってさ、御三家っぽくないよね。ちょ、言っちゃ悪いねんけどさ、わかる？なんかラウドボーンの御三家感のなさ半端なくない？なんか一般ポケモンでも出てきそうやからさ、ラウドボーン。最初俺炎ドラゴンかなとか思ったんだけどね、まさかのゴーストっていう。トイキング、パルレアウパー、あ、そうそう、ドー SR とかも確かこのなんから出るから、ドー結構好きやからかわいい。 AR やっぱいい、かわいいよこれ。何これ、ちょっと待って、飾ろうかな。やば、ドーも AR あるんだったっけ、欲しいな。ちょっと待って、今横でちょうど開けてるから見るわ。ドー AR あるのかな。ないわえ、ないよな。ないな、多分ない。じゃあ銅は SR であるね。じゃあ銅 SR でもいいな。なんかトリプレットレートボックスとしてめっちゃ好きやな。てかまあ僕御三家揃えるの好き。あのさっき、まあ多分ね、クレイワースの動画が先に上がってると思うんですけど、その御三家で揃えてる、あのごめん、あの窓開けっぱでバイクの音めっちゃ入ったね、申し訳ない。あの全然直しませんけど今もう夏が終わってるからスズムシの音も入ってると思うけど、気にしないでください。ハヤトね、キバナじゃなくて、あの木肌さん出てこないな。コイキング、木肌さん25歳、いいよね。なんかこの話さっきもしたなおででんね EX、 ありがとうございます。これはテラスタルなんで、もう一個ワンランク上のレアリティですね。でハブネークと、オッケーオッケー、順調よ。トリプレットビート、いや、ぶっちゃけキバナより今ウェーニバル SR が欲しいわ。これ揃えたい。で揃ったら、今3連スクリューダウン残ってるから、家の中に在庫で1個置いてあるから、それ置いて飾るまでを動画にしちゃおうぜ。やっぱテンション上がってきたわテンション上がってきた。小学生見て、あの何の話しとったっけさっき。なんか肝心なところでラウドボン SR が出てきたよな。あ、そうそう、ディズニー展示会の話、あのめっちゃ良かったんですよ。で、ゆえにディズニーランドに興味が出てきた。ただ一人でディズニーランドちょっとハードル高すぎて、いや、ちゃうな、動画にできるかもしれへんから、一人ディズニーランドありか。でもなんかディズニーって確か動画撮れんかった気がするな、 YouTuber とかが。確かあれじゃないかな、撮影許可取れないんじゃなかったかな、ディズニーって。まあ勝手に回すのありですけど、多分もしかすると僕逮捕されるかもしれませんけどね。あのディズニーアンチの俺が一人でディズニーランドに行った結果こうなったみたいな動画あげようかな、年内。ちょっとモチベーション、でもディズニーランドって入園料とかも俺知らんし、なんかそういうアミューズメントパークに行くのしばらくしてへんな。だから大人になってから、なんかそういう、なんやろ、アミューズメントパーク系の遊園地というものに全然行ってない。なんか楽しいって思わんくなったんかもしれへん。でも今行ったら逆に楽しいんかな、興味津々で乗り物とか乗るかな。最後に行ったん平方パークやな。え、平方パークかな、多分数年前行ったわ、スケートしに行った。ハブネーク、なんかね、僕が行った過去の遊園地、まあ、僕関西生まれなんであれなんですけど、エキスポランドかな、一番最初に行ったんで。エキスポランド多分ね、小6の時に遊園地が初めてかな。ごめん、あの家族と行ったんはどこに行ったか覚えてへんから除外してんねんけど、その友達と行った遊園地の記憶にあんのがエキスポランドぐらいしかない。エキスポランドのオロチっていうめっちゃ怖い、あのどんなジェットコースターかっていうと、まあ、僕ね、その時ジェットコースター童貞を卒業したんですけど、もうトラウマで俺絶叫系絶対行ける思ったんですよ。怖いもの知らずなところあったからさ、絶叫もの絶対俺得意やと思って、オロチっていう、多分ね、稼働し始めてからそんなに火が立ってないやつ、クワッスの AR、 そう、こういうの揃えたい。ここ三家 AR で揃えてみたい。オロチ乗ったんですよ。オロチがどんなジェットコースターっていうと、いうかっていうと、大体その足元にちゃんと置くというか、足場あるじゃないですか、ジェットコースターで基本。オロチないの。
オロチっていうジェットコースターね、足場ないねん。要は宙裏輪の状態で、踊り鳥。あれやったな。宙裏輪の状態でジェットコースターが進むわけよ。めっちゃ怖くて、なんやろ、一番最初ジェットコースターって上登っていくじゃないですか。こう、カタ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 って。で、俺その時、うわぁ、どんな感じなんやろ、楽しみやなぁ。カタ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 。うわ、頂上来た、頂上来た、頂上来た、つって、その時、落ちるまでめっちゃワクワクしとったんですよ。なんか、落ちる瞬間に、ガチで俺死ぬんやなっていうのを一瞬で察知して、そっから恐怖に変わった。声出えへんかったもん、うんみたいな死ぬ、今日俺命日かもしれないみたいな感じで、初めてのジェットコースター最悪やった記憶ある。で、それが多分ね、俺イップスになっとって未だに乗れへんと思う。多分今も乗れないと思う。それ以来乗ってないな、ジェットコースター、エンニュート。今乗れるかな？いや、絶対、あ、木原さん出てきた。もう、いいおっぱいしてるわ。あのね、ほんまに、多分今、ジェットコースター乗れって言われると、無理ちゃうかな？今ほんまにイップスなってると思う。ジェットコースターイップス。間違いない。絶対乗れへん自信あるわ。今ちょっとイメージトレーニングしましたけど、ジェットコースターに乗る。いや、無理やな、無理やわ。ちょっとそれも動画にしてみたいな。オロチでジェットコースターエップスになった人間にジェットコースター乗らせてみた結果、二度とジェットコースター乗れない体になってしまったみたいな動画も、なんかいろいろそう考えると動画のネタ頭に浮かんでくるな。俺やっぱ YouTuber 転職かもしれへん。ギャラドスね、 YouTuber 転職っていうか、 YouTuber が本職じゃないんですけど、 YouTuber に俺がもう一本でやっていくとしたら、なんかそういう動画も撮り始めるだろうね。そこまでいませんでええからさ、生活上たまげたけ、ごめん。なんか SR が早めに出たから、もうトークで繋いでしまってるけど、こういう動画が好きな人はもう寝る前とかに聞いて、俺のジェットコースターの話聞いて。そうそう、今動画のモチベーションがめっちゃ高いから、そういうネタとかめっちゃ頭に浮かんでくるからな。まあ今もこのポケカもそうやけど、もともとはただ最近向くだけの動画になっとったけど、最終的なゴール地点、まあ先もそうですけど、クレイバーストやったらサオロが出るまで、出た瞬間にもう即動画が終わるっていう企画にしようとしてしとったけど、このトリプレットビータやったらね、誤算 SR を3枚揃えて、トリプル3連スクリューダウンに放り込みたいんだっていう企画始まったからね。そう、うわー、え、ちょっと待って、え、油断してた、マジ？え、SR と SAR 2枚出た？え、マジ？なんか AR かなと思ってめっちゃ見過ごしとったけど、なんか光り方がエグいと思って。嘘？嬉しい？ごめんな、ちょっとマイクめっちゃ割れてたら申し訳ない。いやー、こっちで揃えたくなるじゃん。待って、両方揃えようぜ。え、ベーニバルSR とウェーニバル SAR が出てきたら、あとマスカネ SAR 揃えるだけやもんな。うわ、熱っ、ありがとう。え、かっこいい。いや、いいな、熱っ、テンション上がったわ、久しぶりに。ありがとうございます。ジェットコースターの話してる場合ちゃうわ。え、いいね、ラウドボーンボックスだこれ。ブイゼル、今時止まったもん俺の中でちょっと考えたもんな。あれ、これもしかしてみたいな。気づくまでに2秒ぐらいのラグがあったと思う。気づけへんかったわ。うわ、3連じゃないな、6連で揃えようかな、6連で揃えようかな。ちょっと待って、2回言ってもうたら大事なことすぎてテンション上がりすぎて同じこと2回言ってもうた、ごめんね、許して。しかもなんならこれもう1ボックスあるし、ポケモンカード楽しすぎ、わろた。人生楽しそうでしょ。喋りも今日あれやわ、調子いいわ。自分で言う。びっくりするやんけ。ウェーニバルね。普通のウェーニバルが来たね。あ、ウェーニバル EX と来た。9連で揃えんのありか。上にダブルレアの3枚、
真ん中に SR の3枚、一番下に SAR で揃える9連スクリューダウンとかあんのかな。アチゲータ、ウパー、なんかね今めっちゃ楽しいわ。自分でこぶわボスの死でゲーチてか R なんだね。ゲーチスってゲーチスゲーチスゲーチスロー、歌い始めるとほんまに僕今日機嫌いい日ですよほんまにね機嫌いい日。最近辛いことあったからな。この1週間ね、ちなみにめっちゃ辛いことあったけど今めっちゃ楽しいんですけど、昨日まで最悪やった。で今日なってから急に元気になった。まあ一昨日は一昨日何があったかというと、3年ぐらい好きやった女の子が結婚するっていうことを聞いて、まあ今日結婚式やったかな、まあ、僕呼ばれてませんけどシシコ病んでました。ここから逆転する方法っていう想像、そうそれで思い出したわ。3年ね片思いしてきた、びっくりした女の子がね、ルガルガン EX が当たりました。トークメインになってるこの動画、まあええねんけどさ、3年好きやと女の子が結婚しますよと。なんかね当時そのプロポーズされたよ的な情報が僕の耳に入ってきて病んだんですけど、なんかね次の日にはもう切り替えられてて、なんか大学時代なんであんなに落ち込んどったんかなっていうのがびっくりしててね。僕のニコ生時代、大学のニコ生時代を知ってる人だったら分かると思うんですけど、僕ほんまに女運なさすぎて失恋枠っていう名前のポケモン生放送とかめっちゃやっとった時代があってさ、だその時のニコ生の僕ほんまスラムすぎてやばいんですけど、多分調べない方がいいです。多分アーカイブは全部消えてるんで、見返そうと探しても絶対見つからないと思いますけど、当時何やったかな、大学の時に付き合ってた子と別れた時3日ぐらい飯食えんかったしな。そんな落ち込むっていう、今全然落ち込まへんのよね。感情消えたか俺の中から、もしかして。なんかもうしょうがなくねになったわ。ちなみに今逆転する方法を考えてる、結婚してから逆転する方法を考えてる。不倫で捕まってもいいから1回だけ不倫させてほしいパルデアケンタロス、不倫は犯罪ですか。犯罪です。ドラマでよく見るやつやりたいねんけど、スーパーエネルギー回収、不倫がモチベーションってやばいもんな。そうで結婚式をやってるらしいんですけど、いいなぁ旦那、一日だけ変われねえかな。一日だけ変わってくれるともうその後僕足がなくなってもいいよ全然。レッスンスタジオさっきからめっちゃ出てる気がするけど、これは何なんやろ。レッスンスタジオあれか、木肌さんがトレーニングしてる場所なんかな、もしかすると。どっちなんやろ。でもレッスンスタジオって剣立てじゃないわ、スカーレットワイルドのストーリートに出てきたっけ。俺が酔ってないだけかな。でもなんかいろんな話しすぎてなんか全部中途半端に区切ってる気がする。ディズニー店の話めっちゃ中途半端に終わってる気がする。3年間片思いしとった女の話もめっちゃ中途半端に今クローズした気がする。え他なんかもう一個大きい柱の話をしとった気がする。で動画なんかこのカード開封テンション上がりすぎて3本ぐらい話の柱があった気がすんねんけど、全部中途半端に締めてるからさ、何の話しとったか覚えてへんバネブボールタウン、しかもなんならカードを向いてんの作業になりすぎてトークがメインになってる。ごめん、カードのイラストにもうちょっと触れるべきやね。後半もうちょっと触れるわ。かなちゃんかわいいね、遅いな玉毛だけかわいいもの。サザンドラが出てきてないか、気づかず流してる？いや、出てきてないな。フローゼル、クラベル。クラベル SR おる？ちょっと待って、横に今ちゃんとカードリストをパソコンで開いてるから見るわ。あ、あるわ、クラベル SR。てか、2枚ボックス引いたん久しぶりかも。前なんか UR が入ってる2枚ボックス向いた記憶あるけど、久々やな、2枚ボックス。2枚ボックスちょっと嬉しいよね。ありがたいわ。なんか、どういう、S、噛みすぎ。SR2 枚ボックスってどれぐらいの割合でおるんかな？なんかでも、当たるとめっちゃ嬉しいね。よし。にゃろうて。ただ、
今リーチかかってんのはこの SR の方やから、ウェーニバル SR やな。次のボックスが出てくるの。さあ、トリプレットビート優勝なるか見届けてください。後半戦もデリバード、後半ちゃんとイラスト触れるわ。ごめん、ちょっと自分のことばっか話しすぎたわ、申し訳ない。なんかラジオしといたらよかったって言われるかもしれへん。かラジオメインのカードサブになってるかもしれへん、申し訳ない。ハヤトの話も全然できへんかったわ。まあトレーナーズの SR 今のところこれトリプレットビート3箱目ですけど、まあさっきのクレイバーストと合わせて3箱目になりますけど、まだトレーナーの SR は出てきてませんけど、こっちの段いいね。まあどっちかっていうとクレイバースト、あの目的がなんじゃも SR しかなかったから、あれですね、ごめん、しれっと後半にいたけど一旦動画区切るわ。1枚目のトリプレットビートからは2枚ボックスですね。ラウドボーン EX の SR と、ラウドボーン EX の SR レア両方出ましたと。ウェーニバル EX の SR が当たったら、この前山口県でもらったマスカネと合わせて3連スクリューダウンに飾るところまで動画にしたいと思います。では後半に続く。